私さ、もうすぐその引っ越しすんねんけど、うん、その新居に、うん、まあ、最初内見行った時気づかんかったんけど、うん、この間採寸行ったらさ、なんかお札貼ってあってんやん。うわ、それは大丈夫なの？いや、あの 松原谷さん、うんうんうん、なんか事故物件すみます芸人、うん、はい、ライブ行ってたよな。行ってました。そう、谷さんはそうね、あのいるんですよ、松原さんっていう方が。そのやっぱりお肌がは、うん、お札が貼ってあるところとかも、もちろんその大島テルっていうサイトありますよね。はいはい、自己物件サイトね。そうそう、自己物件ばっかりを載せてるサイト。そう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 、でそれと、うん、あとあの何だっけ、その引っ越しの業者さんが載せてる分に、うん、たまにちっちゃい字で、うん、このお部屋は首吊り自殺がありましたけれども、それを了承してくださいみたいな。あの、え、書いてないやろ。ちっちゃく書いてんだって。告知事項ありとかそんなんじゃないの？告知事項ありもあるし、もうその書いちゃってんの？書いちゃってるとこもあるらしくて、まあ、ないところもあるんだけど。そんなパソコンでそのちっちゃい字できんの？ちっちゃい字で書いてるって言ってたのに。もうパソコンでできる一番ちっちゃい字で、ちっちゃい字で、だからもう本当に契約書、誓約書みたいな、誰ももう、あ、めんどくさいけん、あ、はいはいっていうやつに下に書いたりするから。あ、契約書ね。そうそうそう、まあ、照らし合わせた方がいいって言ってた。それが怖いね、契約書に。ほんわ、まあ、告知事項ありとかやったらもうサイトはその告知事項ありとかって書いてある。あ、そうだね、そう、誓約書、契約書、うん、に書いてある。どっちでもええね、さっきからちょっと分かんなかったからね、リアクション。気をつけて。怖いな、ちょっと。え、どこにあったの、そのお札は？キッチン。キッチンやか、でも行けるよな。でも私も、ま、水場だからかな。そもそもクローゼット開けてないのやん、怖くて。もともとビビリやから、そのお札以前に。うん、何やん。シークエンスはやともとかにちょっと来てもらおうかな、一応。来てもらおうかな。霊感芸人がいるんですけどね。うんうん、まあ、でも牧の話聞く限り結構いい物件だからね。そう、だから安いから怪しいからな。確かに。しかもめっちゃ綺麗やったもん。います。でもその霊がいるかもより、ゆめっちの家のその大家さん普通に家入ってくるのが怖い。確かに、ね、前お話しした、あの、おらん間に洗濯物畳まれてる方が十分怖い。怖いね。まあ、おや、人の方が怖い。確かに確かに。でも優しすぎて。優しすぎて、もうお父さんって感じですね。